ポケモンセンターオンラインから届いたものがあるので開封していきます。今回購入紹介するのはこのポケモンワールドチャンピオンシップス2023、うん、横浜記念デッキピカチュウって商品になります。で、自分言ってて、動画にも上げてるんだけど、最強レイドとかさ、うん、あと、色違いをショートで上げてるんだけど、うん、特に今回のポケモンスター SV に大ハマりして、4本買っちゃったってこともあるんだけど、うん、今回からなんかね、とにかく自分たちに合ってたのかな、システムが。やりやすかったっていうのポケモンが。ワールド。そうだからかな。うん、面白かったっていうの、うん、で、ドハマりして、今も上げてるんだけど、うん、で、ダウンロード子もやって、チンパとかもやってんだけど、うん、それで、そっからほら、他のものにも興味持ち出して、特にポケモンカードだったらカードが可愛いでしょ、そのポケモンが出てくるポケモンが一応、印刷されてるから、うん。で、ゲームの方はね、まあ、ちょっとまだルール覚えてないんだけど、それで結構他のも買ってるって言ってもほら、自分たち引きこもりだから、ネット弱く、抽選とか。そうそう、抽選ね、主にね、うん。ポケモンカード、多分今は抽選だと思うよね。ネットの場合は。うん、で、結構、申し込んで、買えてるのもあるんだけど、その、ポケットモンスター151とか、うん、なんだっけ漆黒の支配者、ね、黒煙の支配者とか買ってるんだけど、買えてるんだけど、うん、その過程でね、これを申し込んだら、運よくポケモンセンターオンラインで当選することができたので、ちょっと紹介したいと思います。ちなみにね、チンパの動画見てくれる人はわかると思うんだけど、前置きが長くなっちゃうけど、チンパってトミカとかもそうなんだけど、開けられないんだよね。うん、中身を。だから、これもちょっと開けないで、保存しとこうと思うんだけど、可愛いっていうのがあって、それを見たいんだよね、本当は。うん、で、そうなっちゃうんだよ、結局はね。っていう感じで、ちょっと紹介していきます。で、セット内容は、カードのセット内容はこんな感じになってるみたいです。ピカチュウの EX っていうのかな、うん、が1枚に、コイルが1枚に、パモが2枚。パモットが2枚、うん。で、パーモットが1枚と。で、スピカが1枚に、カイデンが2枚に、タイカイデンが2枚に、ミライドンが、ミライドンっていうのはこの SV のやつだね、うん。僕が使ってる方。ミライドンが1枚に、マンキーが2枚に、オコリザルが1枚に、うん、このヨザルが1枚、うん。このヨザルもね、SV だと超主力だよね。うん、で、コライドン。これをオランが使ってるのね。うん、のが1枚に、イキインコ1枚、うん。で、インコ好きだからイキインコもね、頑張ってる。色違い捕まえようって頑張ってるね。で、元トカゲ、うん。で、エネルギー回収が1枚に、エネルギー転送が1枚かな、うん。で、スーパーボールが2枚かな。うん、ハイパーボールも2枚、うん。で、ポケモン入れ替えが2枚に、うん、ポケモンキャッチャーが2枚。うん、で、学習装置かな、うん、が1枚。で、キハダが1枚かな、うん、で、ジニアが1枚、うん。で、ジャッジマンが1枚。うん、で、ん短パン小僧短パン小僧。短パン小僧が2枚かな、うん、これ。ネモが2枚。ネモが2枚。ネモが2枚。ネモ、違うネモがあるのね。うん、で、博士の研究かな、うん、もう2つだね。うん、で、1枚ずつ、うん。で、基本のエネルギーが10枚かな、うん、10枚だね、これ。うん、基本エネルギーが8枚かな、うん、っていうセットになります。ちょっと画面で見てるとすごいちっちゃく見えちゃうから、ちょっと見にくいんだけど、多分それ合ってるっていう感じ、うん、で、その他にこの記念してスペシャルデッキならではの全てのこの中に収録されてるカードがキラーなのかな、うん、キラーカード、これなんだっけ、どんなものでもキラーカードって嬉しいよね、うん、集めてる人ならなおさらだけど、なんかほら高級感があるよね、いろんなものでもさ、だからキラーって言ったらレアみたいなさ、うん、感じがするよね。それで、それプラス、このなんだよ、オリジナルデッキシールド、これなのかな、うん、と、このコイン。これ多分ゲームの時に使うんじゃないかな、このコインとかって、うん、多分ね。それで、この、そういうのがついてる。で、他になんか、あ、ここに書いてあるのセット内容だから、うん。デッキ、さっきのデッキの方でさっき説明したカードが60枚。60枚。で、ワンセットってことだね、1個って。ワンセットついてますよって。で、その下がちょっとちっちゃくて読めないな。ダメか、マーカー、ワンシート。そうだね。が、ワンシート。で、ポケモンコインが1枚。うん、で、デッキシールドプレミアムマットが1セット。64枚。で、缶ケースが1個。うん、で、この米印は何、え、ちょっと読みにくいな。デッキが、同じカードが入ってるよって。ああ、そうだ、複数ね。さっき2枚とかこういうことかな。うん、1枚とか、その2枚とか入ってるのもあるよと、うん。っていうセット。で、多分、これがさっきのこれなのかな、あ、違う、缶カラーなのかな、なんか缶がついてる。缶っぽい感じ、これ缶がついてる。缶ケースっぽいね。うん、これが。
っていうセット、うん、でなんかこれはなんかさっきも言ったように横浜でなんか日本で初で開催されたんだっけな、あのポケモンカード大会みたいなのが、うん、その記念デッキになるのかな、うん、になります。それで本当に運よく手に入れられたのでちょっと紹介しておきたいと思います。それがなで自分たちなんで第2次3次らしいんだけど、うん、うん、なんか本当運よくなんていうの自分のところに来てくれたって感じで、今もなんかでもペースが正直早いよね、うん、あのポケモンカードって自分でほんと自分びっくりしたんだけど、あのその SV でハマって興味持って、うん、あの買おうとしたら、あのなんかあの当たらないのはまあわかるよね、うん、あの抽選だから、うん、外れることが多いのはわかるんだけど、それが何回か抽選して1年間ぐらい持つのかな、持つっておかしいけど、なんて1年に 1,2 ボックス新しいのが出るのかなと思ったら、うん、なんかすごいペースだよね、なんかびっくりしてんだよ本当に、なんか2ヶ月か1ヶ月か そうそのぐらいでもう新しいのが出て、なんかどんどん過去のものが過去になってっちゃって、あの手に入れるのはが難しいっていうかほぼ不可能になってっちゃうみたいなスペース、抽選終わったらもう次の抽選みたいな、そう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 、えもうそうそうで、え過去のあれどうなっちゃったのって手に入れてないんだけどっていうやつ、うん、だからほら SV から本当にあなんだっけハマだ、もうその前からやってんだけどポケモンは、うん、やってんだけど本当にその前からやってんだけど 3DS とかの時から、だけどその SV でドハマりしたから本当最初のミライゾンとかコライゾンのやつなんかあったよね、あれから欲しかったんだけど、うん、なんか抽選もう一回外れたっていっぱいあるんだよ抽選する場所はね、うん、でもなんだその一回の抽選がなんか外れたらもう次のが出ちゃって次の抽選になっちゃうみたいな、次のってその次のシリーズの抽選、うん、になっちゃって、なんか過去のものはなんかもう無理だよねあれ手に入れるっていう感じになってっちゃうみたいな、うん、感じなんだけど、まあなんだっけ、出てるポケモンも入ってるからいっぱいね、うん、ポケモンとかコライドンとか未来ドンも、だからいいかなと思って、でこれからもね、だからチャンスがあればあの転売屋さんから買おうとまでは思わないけど、うん、あのとりあえずまだ SV もまだまだハマってるっつったらおかしいけどやってるから、あの特にね、あこのダウンロードが来て新しいポケモンが出る限りはやると思うから、一応自分はね、あのゆるーくね、うん、やってると思うから、そのなんていうの、特にね、あのほらまた話がないんで、チンポ集めるのが好きなんだよね。あこれは多分いい風にも取れるし悪い風にも取れるんだけど、とにかく今のだからダウンロードの方もちょっとなストーリーそっちのけでポケモン集めしてるってぐらいだから、ちょっと集めるのはまりやすいから、こういうのはまりやすいんだけど、だからそういうのでちょっとやって、こういうのもね手に入れられていけたらいいなと思ってる次第です。じゃあ以上です。